それは生命の不思議な掟なのかもしれない。遺伝子に DNA に記された指令、今までにない美しさに出会う、心が動く。すべては日々生まれ死に、すべては日々変わり、変化の中に生命が宿るのではないのか。まず、今までにない美しさを作るということがあった。そしてその後に訪れる今までにない美しさを作り続けるということ。時の流れの早いファッション界で20年余り、そのミラクルを生きてきた一人の男がいる。20世紀のデザインの歴史に確かな足跡を残しつつある三宅一生さんの仕事。近年ではプリーツの服が今までにない新しい造形美と機能性を作り出している。プリーツとはひだを意味する言葉だ。やっぱりやり続けるかどうかという疑問もあるし、80年代の末にこれはまずいぞということをすごく早く気がついたんですね。絶望感を持ったと言ったらいいか、そこから抜け出すのをどうするかということの作業の一つにプリーツがあったということですし、まあスタッフもそれに早く気づいてくれたというかね。現代の日本の素材とテクノロジーを駆使するプリーツ、そして手でねじって生み出すツイストと名付けられた服、それらは発明と呼ぶにふさわしい新しい発想の衣服だ。私はその深さに導かれて、一生さんの仕事の世界を旅することになった。それは風の強い冬の日だった。一生さんの展覧会が瀬戸内海の直島で行われることになり、建築中の美術館を初めて見に行った。あの建物が、あのクレーンがあるでしょ、あの下に全部美術館が埋まってますね。あそこにものすごく大きな美術館がありますね。だからそれが全部埋まってます。それはいいね。だからほとんどもうちょっと出来上がったらもう木で隠れるようにしたいと思ってます。直島コンテンポラリーアートミュージアム、この現代美術館の設計は一生さんの長年の友人安藤忠夫さん。あ、これが円形の、円形のこれやるよ。あー本当だ。あーいい、あーすごい、あの厚みがまたガーッとあるから、あの上にこうなんか上にこう吊られてって感じですね。人間がこうスーッと空気がこう、気持ちがずっと上にこう
これ力強い。すごいね。中をずっと歩いていくように何回も感激するよね。そうですね。なんか心がこう揺さぶられるようにしたいっていうのと、もう一つはやっぱりできるだけこうあちこちにいたずらが入ってるというようにしてやろうという。だね、僕たちもね今回あれで多分そういうなんかこう大胆なね子供たちがこう喜ぶみたいなね、あるいは人間がこう子供の心に抱えるじゃない、そういうものだったらいいんかなって考えながら来たんですけどね。だからね、なんかこう今現在作ってるもの、あるいはこれから作るであろうものを想定して考えようかという感じで。直島を訪れた三月前に遡る。ファッションのメインステージ、パリコレクション。この時、一生さんはひときわ大きな拍手を浴びた。ツイストと名付けた新しい考え方の衣服を初めて発表したからだった。ツイストとは、ねじること。手でねじって生み出すシワ。シワは伸ばさなくてはという常識を取り払うと、そこには光と影が織りなす新しい形があった。しかも丸めれば簡単にしまえて、旅にも気軽に持ち運べる現代性がある。直島の展覧会はツイストと名付けられた。飾り立てる時代っていうのが本当に終わってしまいつつあるというね。決してペシミスティックにファッションなくなるよって言ってるんじゃなくて、今までの従来のファッションという形を引きずりたくないと。ファッションと捉え方を今しないで、服としてどういうものが可能なんだという捉え方をしてみることによって、そこから何か、また新しい一つの形態の服ができてきたり、それは機能を含めた意味でのね、変化していくこととか時代ともに変わっていくってことに僕は積極的にある面でやっぱやってみたいという方なんですね。夏の瀬戸内海、展覧会を3週間後に控えて直島へ確認に向かう。伊勢さんの会社三宅デザイン事務所の展示担当スタッフはすでに先乗りしている。思えばスタッフワークの大切さを彼が口にするのを、私はこの撮影の旅を続けた3年間よく耳にした。一生さんの仕事の中枢の場、三宅デザイン事務所には現在31名のスタッフがいる。僕の場合はね、ご覧のようにいろんなスタッフがいて、そのスタッフとみんなで作ってるから、で僕も最初はねそれ随分葛藤したんだけど、でもあれだけのインダストリーを相手にし、ビジネス相手にし、素材開発もしなきゃいけない、技術的に発展しなきゃいけない、デザイン的に発展しなきゃ、リサーチしなきゃいけない、リサーチのためにはものすごい人が必要ですよ。スタッフワークの時に何を一番言ってるかというと、行動してないと怒っちゃうというか、腹立っちゃうっていうか何やってんだっていうことになってしまうというね。やっぱり一番、もしかしてみんなが迷ったりいろいろしてる時に、行ってる時は工場さん行ってごらんとか、あそこ行って話し合ってごらんとか、そういう人間の体を動かすこと言ってるような気がしますね。直島の展示は難航していた。三宅デザイン事務所のデザインスタッフ吉岡徳仁さんが展示構成を担当している。苦労してるみたいな感じだ。僕はカラーの方がすごく面白いと思ってるね。カラーのあんまりやりすぎるとちょっと珍しくない、
すべての服をもう一度広げてみることになった。僕は向こうのものにものすごくパワーを感じるんです。やっぱり僕はね、やっぱりそこからね、プロセスがあるんだよ。それはね、絶対にデザインの勝負だった、ね、デザインの素晴らしさだった、ね、こういうものとこういうものと、例えばこういうものとのね、ね、まあ、極端に言えばこうなるわけだよね。違う。でもう一つこれに必要なのは元型が欲しい。これじゃ分かんない。4つ欲しい。つまり元型っていうのはこれは全然しつけ意図してないものが欲しい。もっとワクワクするようにしようよ。そういう中も素晴らしい。ツイストを初めて発表する頃のことを思い出す。東北のプリーツ工場へパリコレクション制作の追い込みのために伊勢さんのスタッフと共に行った。何かが実り、何かが枯れ、何かが巡る。その風景にはいつもならホッとするが、それまで秘密だった工場を世界で初めて撮影できるので私は興奮していた。ツイストの工程はまず服の原型を完成させることから始まる。そして織る。この織るというプロセスが大事で、ツイストの面白さを増すことになる。デザインスタッフのチーフ、三宅デザイン事務所の滝沢直樹さんは工場内を自在に動く。工場の担当責任者高橋清さんが機械の扱いを助言する。不思議な形に織られた服、こちらもずっと伸ばして、ちゃんと持って大丈夫。そしてねじる。辛抱強くひたすらねじり込む。そして力を込めて絞るようにねじり切る。これは厳しい巻き方ですよ。これはこれね、長いからね、ちょっとこうやって、それでここ入んないかな、無理か、ちょっとこれか、ちょっとこっち巻き足りないから巻いて、押さえてるから。ここら辺もちょっと巻いて。機械で織るプリーツから手でねじるツイストへの進化。人の手と機械との会話から全く新しい衣服が生まれようとしていた。布はポリエステル、時には絹を使う。それらの素材は釜などで高熱を加えると形を変える性質を持っている。つまり一度ねじってつけたシワは固定され、その後洗濯しても取れない。
40分後、パンを焼き上げるように釜から取り出す。どれ開けようか。全部オリーブを入れたところで全部これが入って、初めて見るんですよ。ごっこの世界、ごっこの世界、ま、燃えてる燃えてる、うわこれ綺麗だね。ほら折り目にシワが集まり、光と影の力強い流れが生まれた。ツイストとともにプレスという独創的な服も作られた。不思議な手法、何が始まるのだろう。服作りの常識からかけ離れた仕事が続く。折ってプレスする。そして箱に入れたままで釜で蒸す。例えばこれ、ね、形がこれような形じゃないのね。で、これをちょっと強度、紙の強度検査をしなきゃいけないっていうんで、よし、はまった。実際はね、厚みが今ほらこれ用の服じゃないから、今無理やり入れ込んじゃったけど、実際はこの中にすっぱり収まるぐらいの厚みになりますから、だからこの隙間は出てこないになると、じゃあこのままでいいですか。いいです。すると未来的でありながら折り紙の懐かしさも宿したような服が生まれた。パリコレクションを見に行った私はそうノートに記している。これもプレスという服の一つだ。どこを絞り、どう体を包むのか想像を働かせる。これ決めてしまった。こういう。強すぎ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 。これバスってどこだ。バスト下に1本どうだろうな。でもこれだけであとビシャッと映るよね。ユーモラスな形にプレスされた服、ここでは服を作るプロセスに布の風合いを完成させるプロセスが含まれているのだ。普通は布の凹凸や光沢など風合いを決めるプロセスが全て完了してから裁断して服の形にする。でもここでは
その常識が見事に吹き飛んでいて、服の形と布の風合いが同時に生まれていて、私を自由な気持ちにしてくれた。ツイスト展の会場構成は一から振り出しに戻ったかのようだった。ね、あれが赤だったらもっとおかしいんだけどさ、同じ色じゃないとね。そしたらさ、いやーって感じでさ、これがこんな服になるんだっていうね、暗黙の了解ができればいいんだけど。その方法をやるんでしたら規則的に並べた方が良くないですか。うん、だからそれはだから光がさ、どっかからさスパーッと入っててさ。ね、それがそういう方法になってるとかさ、そう意外と洒落てるよ。不安感を僕はねすごいあるんだね。例えばさ、あそこにエンジェルが3人だけで、あんな色形違いなんかいらないからね。僕エンジェルが3人だけフォッとこうボチシェリみたいなのが3人いる方がね、いや違う、僕はツルもあんまり賛成ないな。私は今もこの日の仕事の緊張感を忘れることができない。デザインのプロセスを伝える、デザインの自由を伝える、その一瀬さんの思いの強さが夕暮れから深夜へと移り変わる空間に張り詰めるように流れていた。綺麗すぎちゃうからさ、ちょっとこの美術館のその綺麗なとこ壊すんだよ。会場を素直に使っちゃったらさ、安藤さんも喜ばないと思うよ。吉岡君、ツイストが100本来たとしたら100本でロープができるかもしれない。ここの中にでもうね、立体的にね、ガンッてバーンっつってね。今になって思えば、私はひたすら動く一斉さんを見てきたよ。まず今までにない美しさを作るということがあった。そしてその後に訪れる今までにない美しさを作り続けるということ。私は一斉さんの中にその作り続けるための術を見ようとしていた。動くこと、体が動く、好奇心を原動力に動く、苦しみながら動く、やがて苦しみが喜びに変わる一瞬が訪れるまで。スタッフに取り徹夜続きの翌朝、しかしあるひらめきを実行に移す。この45度ぐらいです。そうですね、はい、OK。 ほんなら社長、あそこの45度っていうか、これが本当に登っていくような感じで、ツイストを釣り糸に結びつけ天窓の壁から垂らす。新しい壁に釣り糸用の穴を開けることを美術館は許した。あそこで止めてください、そこで止めてください。ツイストが天に昇る。
道場出さなきゃいけないし、かけないね、これがこう開けたり、これがあのウイングが開いたみたいに見えないんだよ、はい、これももっとまだ開いてないんだけど、こういうふうな感じで、こういうふうに開いて、でここは開いてね、でここのところはちょっと詰まって、ここのところはどうなる。私は一生さんと一生さんが触れている服が一体になっているように感じる。そのことの大きな喜びは、例えば音楽と一体になる喜びに似ているのではないだろうか。自分がデザインそのものなのだ。作り続けるとはそのものになりきるということではないのか。我を忘れるという喜びではないのか。その年の初め、一生さんは伝統ある朝日賞を受賞した。
翌年にはフランス政府からレジオン・ドヌール勲章や英国王立芸術大学より名誉博士号も受けている。朝日賞と54歳の誕生日を祝って長年の友人がパーティーを呼びかける。一生さんは1938年広島生まれ。そのことで彼の原爆体験を思う日本人も年々少なくなってきている。20世紀は原爆を生み出し、核の恐怖を未来へ残すだろう。核戦争後に人は生き、そして美を生み出す希望はあるのか。彼が未来に送ったことは計り知れないと私は考えている。尊敬してきたのはやっぱりイサムさんということですね。中学校頃だと思うけど、広島に橋ができたんですよね。その橋のデザインというものにって、こんな新しい、こんな楽しいものができるんだって。一人でその橋を見に行った。今は亡き彫刻の巨匠イサム・ノグチがデザインした二つの橋。一つは行くという名前。原爆で亡くなった人々の魂が神のもとへ行くようにと、船の形をイサム・ノグチは作った。もう一つの形は太陽であり、その橋は作ると名付けられた。東京の一生さんの仕事場にはイサム・ノグチの作品がそこここに置かれている。変な話だけど、自分の中で目指した人はイサムさんだったというか、小さい時からね。高校生になり、広島に多いハワイ移民帰りの人が開いた洋装店のショーウィンドウに触発される。多摩美術大学在学中に服を作り始める。卒業すると本場で学ぶためパリへ飛び、高級な仕立て服、いわゆるオートクチュールの学校へ入学。その1960年代半ばはまだファッションのリーダーはオートクチュールだった。1966年の卒業の成績表に三宅の文字。この中で作り続ける運命にあった人はどれほどだろうか。卒業するとパリにとどまり、オートクチュールのデザイナーのもとへ就職する。その頃パリに5月革命が起こった。1968年5月パリは大西洋への異議申し立ての若者で燃え上がった。カルチェラタン地区を中心に若者の手で敷石が剥がされ、権力に向かって投げつけられた。なんか時代が特殊なものから、なんか普通の時代に行くんだっていう、そこに大きな希望やら何可能性を見たんですね。だからそこの時の嬉しさっていうのはすごかったですね。5月革命があんなに楽しかったというか。ファッションの歴史は5月革命を境に一気に変化する。パリ伝統の高級仕立て服オートクチュールがリーダーである時代から、大衆のための既製服が力を持つ時代へと大転換したのだ。それはもう一つの革命だった。そしてこの時を境に既製服の本場アメリカへ渡り修行。1970年東京に戻り、資本金20万円で有限会社三宅デザイン事務所を設立。あと11日で
32歳という日のスタートだった。本当に僕はね、いつもそこにいたって感じする。その時そこにいたっていうか、まあ、原爆でしょ、それからね、日本のこういう成長の時もいたし、それから68年でしょ、その中での辛い思いもあるけど、まあそういう意味では人に負けないなというかね、人に負けないというか、どうだいっていう感じの、出会いだったような気がしますね。それを生かしたかどうかよく分かんないけどね、そうですね、そういうのあるね。一生さんにとり思い出深いデザイナービオネの勉強会。綺麗だな、素晴らしいね。ビオネは20世紀前半に活躍、時代はオートクチュール、つまり高級仕立て服のものであり、既製服、いわゆるプレタポルテの登場はまだ四半世紀を待たなくてはならない。仕事場に招いた講師はビオネの研究に20年間打ち込み、ようやく一冊の本を出版し終えたベティ・カークさん。その仕事の深さは穏やかな顔が証明していた。試し用の布でカークさんが再現したビオネの服。ビオネの特徴はひし形を連ねるなど幾何学的な計算がなされていること。ビオネはまた近代的な経営者としても知られている。経営者というような考え方があんまりなくて、常にこう疑問し投げてるから、ビジネスよりも何かやってながら何か次のことをこうどん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 こう動かしてること、動いてること確認だけをしておくことが僕の一つの企業のバイタリティになってるんじゃないでしょうか。まあガキ大将かな僕はね、スタジオの連中もガキ大将がいるっていう感じについてんじゃないですか、ね、理屈も合わないだろうし、時々憎らしくなるだろうしまあしょうがないですね。オートクチュールも見た、だからプレタポルテの誕生も見た、だからプレタポルテの育成も大体分かった、それからデザイナーと言われてましたけど、こんな仕事で最終的になんだということも分かる、でもそれじゃあ僕は嫌だ、いろんなことを思うわけですよね。でそれを僕はまたやらずに済まない性格だから、ちょっと大変ですね。既製服入ってくるときにね、ガスで、当時さんこれだったらね、ひし形でしょう。知らなかったんだね、ビオネのことをねこれもそうだしで、このこれやってる頃にビオネに会ったわけね。で、これは大変だぞと思いました。コマなんです。これも全部長方形ですよね。長方形がこう変化してきた。これなんか2枚の切れ字をどう止めてって服にするかっていう。強いの服はどっちかと体をこう上に彫刻して、僕はもう体からポンと離しながら、ね、好きになってくれっていう、もうちょっとその大胆というかいい加減というかこれは1枚いるので。1枚の布とは一生さんの基本的な考え方である。彼は60年代のヨーロッパで肉体に沿い、肉体をパッケージ化する洋服の極致を見たと常々語っている。彼は衣服を体から離し、ゆとりと動きを作り、それまでにない自由を生んだ。これはね、エジプトの行ってアレキサンドルに向かってずっとナイル川を下がった時に、ほっかけ船があるでしょ、あれ見て風との字というんで、それでやったんですあれ動くとファーッとこういうね、大きなね、なんだっけ、風向系じゃなくて、なんであるでしょ、こういうあれみたいな、ね、吹き流し、あのようなね、あれだってね、ゾクゾクってくるんですよ、やっぱり。だからま
まあこの辺はね、年次がどのくらいそういった人間の体や自然や風やいろんなものからどうその対応し合うかっていう、そういうリサーチやってたんですよね。ビジネスはあんまりうまくいかなかった。まだいかなかった、いつも潰れそうだったから。つまりは一生脈の仕事は方程式を作ったんじゃないかという気がするんですね。そしたら方程式をある程度作っておくと、その上にいろんな応用問題を、ね、乗っけていけばいいわけです。それ応用問題ってことは時代ということなんですね。そういうふうに考えたんだけど苦労してます。苦労していつも満足しないから。だから僕がいない時準備なんかしてるともう全部ステーンと 90% から 100% 崩されるから大変です。またそれがないと新しいもできないというね、悲しい巡り合わせもあって。一生さんが新しい考え方のもとにプリーツを初めて発表したのは1988年の秋も半ばだった。プリーツとはヒダを意味する言葉だ。自由なプリーツの流れ、一世プリーツと呼ばれるそのプリーツたちは発見の喜びを叫んでいた。今から思えば時代に敏感なファッション界では90年代的なものは80年代の終わりからあちこちで見られた。プリーツは一生さんの仕事の90年代へのブリッジとなっていった。まあ僕80年代の末頃もやっぱりこんな服をたくさん作って夢の島行きも服を作ってんじゃないかと自問自答ありましたね。デザイン的にどうだったんだって言われたら80年代ねっていう感じですね。80年代の末にこれはまずいぞということをすごく早く気がついたんですね。絶望感を持ったと言ったらいいか、そこから抜け出すのをどうするかということの作業の一つにプリーツがあったということですし、まあ、スタッフもそれに早く気づいてくれたというかね。半年後、その次のコレクションを東京では一生さんの仕事場で見せた。イサム・ノグチの彫刻が見守る。彼は亡くなって間もなかった。それから季節とともに今に至るまで、さまざまなプリーツが誕生した。竹、花、ムーンライト、リズム、名前も与えられたプリーツたち。
一世プリーツの今までにない美しさは写真の巨匠アービング・ペンが見事に捉えている。衣服の歴史はそれを布で作られたものとして捉えただけでは解明できない。時代の夢を衣服が発信する。何が美しいのか、何が官能的なのか、肉体に乗せる布によって衣服の作り手はそれを表現する。そしてそれは20世紀に入り、写真の表現によって多くの人に伝えられた。私は一生さんの新しいプリーツの登場を初めて見た時、背筋がゾクゾクし、テレビを使って何か表現できないかと思った。そして映像表現とドキュメンタリーが重なり合うテレビ番組を作りたいと申し込んだ。ドキュメントを始めてから2年後、映像表現を試みるためスタジオで撮影を始めた。ファッションの専門家とは言えない私には学ぶ時間が必要だった。私は動きによって刻々と変わるプリーツの光と影や形のダイナミズムはダンサーに表現してもらいたいと考えてきた。ウィリアム・フォーサイスとフランクフルトバレエ団のノラ・キンボールさん、そしてフランチェスカ・ハーパーさんがそれに応えてくれた。映像表現のディレクターは中野博之さんにお願いした。ちょっと回転テーブル回し上げてみる。こうして撮ったビデオにさらにデジタルな効果を加えていく。そしてそれは一本のダンスビデオとなるだろう。
最初の年に作ったプリーツの制作を再現してもらうことにした。従来のプリーツはプリーツをかけた布、つまりひだのある布を作り、それを縫ってプリーツスカートなどの服にする。一生さんのプリーツがそれまでのどのプリーツとも違うのは、服の形を一旦完成させてからその後でプリーツをかけること。まず服の形を先に縫うのだ。とはいえ、これが服になるのだろうかと疑いたくなるような直線的で不思議な形だ。しかも体より随分と大きい。それを折る。折ることで服がさらに生命力を持つ。このことは後にツイストにも生かされる。プリーツの機械に服を入れる。この場合は斜めにプリーツを走らせるために四角の頂点から機械に入れる。歯車がひだを折る動きを作る。紙の間に服を挟み、ひだを折っていく。この機械は高熱も発していて、ポリエステルなどの布を折りながら同時にその折りを高熱で固定してしまう。つまり一度つけたひだは洗濯しても取れない。まず斜めにプリーツをかけることによって長方形が歪んでひし形になってしまうことが面白い。プリーツをかける方向に布地が引っ張られるからだ。折ったところを開くと折りのところでひだの流れが変わっていることにも気づく。それを切ると波打つ美しいブラウスになっているから、まるでマジックだ。私も愛用させてもらっているプリーツを頼んだ。この場合、約3分間でプリーツがかかる。どんどん同じプリーツを機械から取り出すことができる。オリジナルが1点しかない絵画や彫刻とは違って、複製をスピーディーにたくさん生み出すことができるポップな面白さがある。明快な折り目。折ることによって服は空気をはらみ、服は体に沿うものという常識から自由になる。ここに一枚の布という方程式が見事に生きることになる。あのシンプルな平面が古代ギリシャの彫刻のようなこんな豊かな立体に変わる。ここにはハッとさせるもの、心を揺さぶるもの、何か心に活気を与えてくれるものがある。そしてデザインとは本来
そういうものなのだと思い当たる。いや、デザインっていうのはリサーチの中で生まれるんじゃないかというか、それでやっぱりデザインには、まあ、ポジティブじゃないと、発想に性というものがないといけないというか、生きるということがね、そういうエネルギーがないとダメなんではないかというふうに思いますね。僕はね、デザインっていうのはね、時代に対する怒りとか思いとかもいろいろあると思うんです。でそういうものがないとやっぱデザインっていうのはしないと思うんですね。つまり自分じゃなきゃできないんじゃないかと、この思いを表現したい。このデザインというのは受け手があるのと、それとやっぱりデザインというものは美しいなとか、あの何か嬉しいなとか、なんか親というものがですね、やっぱり目覚めさしくもないと受け手との関係が成り立たないんではないかというふうに思うんです。だから学生が怒りを表現したりね、一つのアンチテーゼとしてなんか世の中出ていく時の姿勢としてはね、まあ 2,3 年は許されてもですね、その最初はね、それに見えたとしてもやっぱりそこにはこういうことだったんだと肯定させる力がないといけない。肯定させるのためにはそれ喜びになってないといけないというか、あのなるほどと思わせるね、何か深いものがなきゃいけないと思いますね。時代とともに衣服は変わる。未来はまず素材を変えるだろう。しかし一世プリーツという、あるいはツイストという創造は、デザインの在り方として、まるでデザインの遺伝子のように、 DNA のように、未来に生命を伝えるのだと私は考えている。真夏のバルセロナ、この町と一世さんを結ぶのはプリーツ。オリンピックの入場行進でリトアニア選手団が一世さんデザインのユニフォームを着ることになった。生きていくのか生きていかないのかっていうぐらいにね、切羽詰まったような、あの時代だと思うんですね。スポーツの裏側は知りませんけど、スポーツをしている、動いている人間って、なんかああいう人たち見てると、あ、人間のってすごいなという感じがするんですね。制作の時間はあまりなかった。リトアニア、そのバルト三国の国は旧ソ連から解放されたばかりで、64年ぶりに夏のオリンピックに参加する。国旗の中の赤は独立のために流された血を象徴しているという。ユニフォーム制作の資金がリトアニアにはないことを承知の上で、一世さんは依頼を即答で引き受けた。プリーツを使うことも即断だった。新しい方法を試みるためにヒートカットという手法が取られる。それはハサミではなく熱で布を切り、縫わずに熱処理で糸の始末をする手法。これも独自に開発、未来の衣服へ何事かを語りかけている。リサーチなのだ。プリーツをかけるためには布が重なりすぎてはならない。ヒートカットは布の端を畳み込んで始末しなくて済むように使われたのだ。プリーツをかけた後に楕円が円になるような計算もする。
全ての工場へ一瀬さんのスタッフは出かけていき、工場の人たちと一丸となって働く。動く、動いて発見するのだ。これ来たらスパーンと下ろすと、そのかっこいい国王の前ではダルロス国王の前ではフードは絶対外さなきゃいけないって、うん、だから最後の人はこっちのかっこいいかな、うん、もう最後はこれがいいですね、やっぱりね、あるよね、どっちが最後がいいかな。クジショービザバックレミゴザバサローナ、レミゴザバサローナ、リトアニアの選手村への入村式は開会式の前日だった。ユニフォームの着方を一瀬さんが教えることになっていた。開会式の朝、そもそもユニフォームを依頼してきたアメリカ在住のリトアニア人医師ドマンスキさんを呼び出した。リトアニア語で選手全員に渡るメモを作ってほしい。 That's another word for I know the word in Russian for the zipper because my parents said that, but in Lithuanian or German, the word would be... Or going to the opening, and make sure that the hat is horizontal and the cape is, the hood is on. You'll walk in until the king, and then a signal will be given. In other words, I'll show them, or I'll tell the other leaders. And then at that time, you'll unzipper it and then put it down on your backs. リーダーたちに思いの丈を伝え終えたのは、開会式の2時間前だった。64年ぶりの入場行進。選手団は思い思いの姿だった。それでよかったと次の日屈託なく一瀬さんは語った。動くことが面白いから、プロセスが好きだから。これはスポーツのウェアやりたいってことであって、つまりスポーツ選手が着るようなね、着るものをやりたいんですね。やっぱりチームを組んでもっとこうプロダクトデザインのようなね感じでやらなければいけないので、ただ時間的な配分としてはいわゆるファッションデザインある程度やめなきゃできないかなというぐらい のテーマでしょうね。伊勢さんね、ご自分が例えばね21世紀どんな暮らし方してらっしゃるかみたいなことを時々考えたりします？いや、僕一番難しい質問されちゃったんだけど、僕今今年55になるんですけど、僕55なんで人生設計したことなかったんです。45歳ぐらいでいいかななんて思ってた困っちゃいますね。だから1970年すごい張り切ったのは多分そのぐらいで人生が終わるんじゃないかというところがあったんでね。ただ
一つだけもしかしたら言えるかもしれないけど、なんかもっと自然の中に戻ってきたくなるんじゃないだろうかって。パリのシャトレ劇場、一世さんのプリーツを着てウィリアム・フォーサスさんが率いるフランクフルトバレエ団が踊った。彼らは今世界で最も注目されているグループの一つだ。そして5月、フォーサイさんは新作のイメージ写真を送ってきた。手の中の雲という課題だ。一月後に迫ったその公演のために再び衣装をデザインすることになった。好きなように作ってほしい。手がかりはイメージ写真だけ。いくよ。4人で、5人じゃないの？4人、4人はね、アプリで、行けるとこまでこっち側の、うん、でそこら辺から今度こっち側に戻っていくように。あ、ここら辺ぐらいから、はい、でこう、なんかすごい私の方が細いけど、うん、俺も山本さんとか1枚になってるから先の方がなかなか、うん、手が麻痺してくんだよ、うん、すごい薄いじゃないですか、こんなんじゃやりにくい。どうしよう、ね、やりにくい。だから厚ければ厚くなるほどやりやすいんですよね。そう、うん、暑すぎてもやりにくい。やりにくいけど。じゃあバラすよ。うん、はい。ああもったいない。もったいないな。今こういう風に。ここ当たる。これで。これ誰？ふかちゃんやったのかもしれ。これ綺麗じゃん。ここが俺。ここにピーと入れちゃって。これこれ。本当はこうやっちゃってこう押すの一番だよね。違うのか。それがこれがポン、うん、いいじゃん、うん、よければいいんだよ。面白いよね、うん、ただすごい厚くなるから今度はちょっとかかりが甘くなる。他に方法だよ。これでいいって言えばいいんですかね。これで散歩、じゃあ散歩で寄ってみる、うん、はい、これで寄ってみます、うんうん、これやっていくときに考えるのが一番ですね。やりながら考えるのが見やすい、見やすい、見やすい。滝沢君ちょっと胸が空きすぎてダンスは踊れない。あのアフリカのさ、人があの頭をこう巻いていくでしょ。ああいうのがさっさくさんでタコみたいになってるとね、ツイストというよりもなんていうの、捻転みたいなねじってくるね。もうなんかそういう感じ、ババ君表現できないかな。バーン、そういうものが動いた時に、あの全体がバーッと試算していくというかね、その感じで狙いたいわけだから。ファッションというか服で終わらないじゃなくて、もう一つ進めとかないと。しかし、フォーサイスさんの振り付けのイメージには合わなかった。この服は次回の作品用と決まった。初夏のフランクフルトへ私は一人で出かけた。新作にはすでにショーで発表したツイストの服が選ばれた。題名も変わっていた。彼らと
僕たちの家ってのおかしいですよね。好きな材料を使ってくれよっていう感じですけどね。ホーサイスは彼らはとどまるとこなく常に疑問を持っていろいろと出来上がりがないんですよ、ね、いつもプロセスなんですよ。それも僕たちにとっては非常に重要ですね。ふわっとどっかにブルーがスーッと入ってるとかね、でも見せていただいてそういう考え方が浮かんだからいいですね。秋になるとフォーサイスさんはパリでこの作品を上演した。この時一世さんにはツイストの着方の新たな提案があった。フォーサイスさんとの握手。ハロー。ボンジューサバーボンジュベショアリコンショースファージョンにね、みんなが着てないものと何人があるクチュートディスウェイタイティア、オッケーワンワンスクロスゴーティスウェイタイティアもっと自由に重ね着を楽しんでほしい。しかしこの着方はフォーサイスさんには受け入れられなかった。振り付け家はツイストの第二の皮膚のような感覚を好んだ。二人の思いが火花を散らせていた。93年春夏物のパリコレクションはウィリアム・フォーサイスとフランクフルトバレエ団の衣装やオリンピックのユニフォームやツイストの展覧会などさまざまな仕事を縫うように進められた。コレクションのためにプリーツやツイストの新しい方法も追求され続ける。ツイストなんかが、うん、私ちょっとここでね技を使いたいんですよ。ワンピースがあるのね、うん、それをねちょっとねツイストを途中で止めたいんですよ、うんうん、つまりここつまんでこう伸びるじゃない、うん、だから入ってくでしょ、うん、ここにずっとこうやって入っていって、うん、ここら辺でいってそしてここでやめたいの、うん、ツイスト、うん、で上半身だけそうするとこれ当然シェイプしますよね、うん、体につきますよね、うん、で下半身はちょっとこれ分量感がどうかっていうのちょっとこれやってみないとわからないんだけどもっとあった方がいいような気がするんだけど、うん、でここ上半身だけで絞っててあとは離しておきたい。こうもっとこうやってこう3人の男が力の限りねじり込む。そして釜で蒸す実験なのだ。袖が太いね。下太いのが出てる。全体をそうするかね。かかってないとここがかかってるから、ここかかってない分だけやたらにね、こうやっちゃうと痛むし。もうちょっと絞りが面白いというけどな、もうちょっと若干さきついとね、この感じがすごい出るのにね。ここまで二重になってるのにここだけつけるかね。一世さんはこの服を救おうとしているようだが、納得していない気配も感じられる。結局この服はショーに出ることはなかった。これすごいでしょ、これここだけ紙みたいなものだな。これペーパーエステルっていうぐらいだ。ああ、うん、
あ、暑いな。入れて入んないことはないか。うんうん、この細さじゃいかないな。こうさ、うん、こういう状態で。こういう状態に潰して、これをひねるとかさ、うん、で、上がったものがこうでさ、うん、それは今までのほらプレスと違って立体なわけさ、うんうん、上がればこうなんだから、うん、ね、うん、でそういうの一つぐらいいいかなと思ったんだ、あ、どういう表情になるのか、あ、うん、今回はね、でもね、ちょっとその方向性持ちたいんだよね、全部にこう流れをつけて、流れを止めて離す。工場側で当初から一斉プリーツを担当した高橋清さんは創造の重要なパートナーなのだ。誰もが動く、動いて発見するのだ。長い袖の大きな服はプリーツをかけると身の丈に合うサイズに変わっている。プリーツをかけてから紐で結ぶ案はうまくいかない。ねじる、しかし熱くてうまくいかない。巻き方を変える。手のひらが赤くなるほど力を込めてねじる。このシリーズは製品化された。長さ8メートルもあるドレスの原型、プリーツをかけてねじる、プリーツ&ツイスト。力強い表情の服になった。この布地は新しい発見を呼び寄せた。布をねじるのではなく結ぶことを思いつく。新しいやつ。ほら、今日の発見なんだ、これが。あふれかるよね。え、ダム、面白いこれ、ほんと。ねえねえねえ。あ、綺麗だね。しかし、この服とアイディアも今回ショーに使われることはなかった。思えば、発表される服は動いた奇跡のほんの一部に過ぎない。リサーチなのだ。動くことを恐れるわけにはいかない。パリコレクションの仮縫いに通ううちに、私の中である疑問が次第に解けた。伊勢さんの服は芸術的とよく言われるが、実はとても着やすい服でもある。動きやすい形、ほつれない縫い目、ポケットの位置と数、実用性と芸術性が溶け合っている服だ。そのバランスを
どう作り出すのだろうと思っていたのだ。答えはミリメートルの戦いだった。一つ問題はね、日常ということからいくとちょっとね胸が空きすぎてて、あと5ミリから1ぐらいぐらいこっち来て、これも入るでしょ、はいね、でも上がるとこんぐらいしたものが、この部分で綺麗にやったよかったです。この手につなげてもっともっと頭入んない入るでしょ。そうすると後ろも結構開けてっちゃうから、どういきちここで1センチ上げる、ここでずっともう少し自然にして、ちょっと上げれない、もう少しね、後ろはもうちょっとここ慣れてると、もちろん、ね、後ろはダメだよ、こんな後ろ抜けちゃうね、着物みたいなイメージだね。このもう 3,4 センチ後ろもっとまっすぐで抜けますね。7ミリぐらい、あと線をきれいにもう一回整理してもらう、工夫しましたみたいに見えないこと。 T シャツというのはさ、何気なく作ったらしょうがない。服は次々と形を表してくる。気がつくとその分量は2回分のコレクションができるまでに膨らんでいた。新しい悩みが生まれる。この1列だけ黒をしてほしい。この1列だけ、こんなことしろ、一言も言ってない。それは映像の編集にそっくりだった。流れを変えカットする必要がある。シーンを作り登場人物を決める。で、考え方は滝沢君ね、フォーサイズ最初出して舞台に、はいね、その出し方を相談するけども、はい、それで体を観客と見立てると、フォーサイズに見せてやろうという形でショーをやろうと思った。パリに乗り込んだのはショーの5日前だった。パリでは前回のコレクションについて一流ジャーナリストたちが投票をし、この時期に発表する習わしがある。三宅一生第1位。パリコレクションに参加して20年。その間常にトップの中に入り続けてきた。しかし1位はなんと初めてだった。これ1回これ巻いとくと最後の仕上げ、驚いたことにそんな時にも一生さんは教えるということを忘れない。1回こうやって中へ通してだね、分かる、こうやってグッとこうやってここで一遍巻っとくと、あとはもう自由にアレンジできる。はい、作り続けた時の重みを感じる。ニューヨークやロンドンからもスタッフが集まってくる。そして彼らにも教える伝えるという仕事が一生さんにはある。海外のスタッフにコレクションを着せる。服は内側から感じなくてはならない。This is very ecological idea. It's a clothes for 21st century. 21st century, you are not going to wear plastic. You had to use ribbon fabric. Otherwise, the earth is going to die. Really. This is avant-garde. You know, people say avant-garde is always, you know, unwearable clothes. That's not. Avant-garde is beyond the time. 前衛とは時を超えること、時代を超えること。色が問題でもあった。前回のパリコレクションの流行は否定のエネルギーに満ちた強く暗い黒だった。あの彼女はブルー合わないかな、ロリ。どっちがいい、ロリーとジュリアは変えてください。でね、ロリーのとエレーナ描いてほしいんだったり、それロリー、それ デザインには深いもの、
肯定させるものが必要だとするならば、その時その全てを色に込めようとしているかのようだった。ショーの日の朝を迎えた。会場のルーブル宮殿はセーヌ川を望んでいる。観客に配る小冊子の1ページ目には、今回特別に一生さん自身の挨拶があった。思えばこれは私がパリコレクションに参加して20年目、41回目のショーにあたります。長い間世界のさまざまなところから来たデザイナーたちを評価し、勇気づけてくれた美しい街パリに感謝します。フランクフルトバレエ団とフォーサヒさんが到着する。You open the show, but makes them happy. It's a very energetic collection, simple and everything wearable, but very alive. Makes people happy and wake up. It goes like that. Clothes is so honora. This time, not stiff, you know, going like that, jumping, you know. You have nothing under. It's not heavy at all. It's for those trampoline strumming, you know.即興で振り付けが始まる。ショーまであと1時間半しかない。Yellow could be good, yeah. And skirts, yes, skirts. 舞台裏の一世さんは台風の目だ。エネルギーを発散し続けた。ショーは観客席で見る。20年目にして痛いまでの緊張感なのだと私は知った。
涙が光っていた。そのコレクションは再びジャーナリスト投票の1位となった。それから1年の後、さまざまなダンスからなる1本のビデオテープが完成し、1つの映像の試みが生まれたのだ。